皆さん、こんばんは、こんにちは、そしておはようございます。聞く日本語のあずさです。皆さん、今日は金曜日ですね。1週間お疲れ様でした。どんな1週間でしたか？私は今週は夏休みを取っていました。なので家にあんまりいなかったんですね。そのせいで編集が必要な動画をなかなかアップできなくってすみません。多分今週末に文法の動画を一つアップできると思うので楽しみにしていてください。さて、9月も中旬になりました。皆さんの住んでいるところは秋が始まりましたか？学校に行っている人は新しいセメスターが始まる月でもありますね。実はこんな記事を見つけました。世界の 80% の国で学校は9月から始まるという記事です。実はその 80% の国に日本は入っていません。ってびっくりした人もいるかもしれませんね。では日本の学校は何月に始まるのでしょうか？皆さん知ってますか？それは4月なんですね。今日はなんで日本の学校が4月に始まるのかについて一つ面白いお話をしたいと思います。なぜ日本の学校は4月にスタートするのでしょうか？これには分かりやすい答えがあります。それは日本政府の会計が4月から始まるからです。日本の国の正式な会計、アカウンティングですね。それが4月から始まります。これがなぜかという理由がまた面白いんです。実は日本は昔農業の国でした。だからその時国の収入、つまり国がもらっているお金のほとんどがお米だったんですね。農家の人がお米を作って、そのお米をお金に変えて日本の政府に税金として納めるということをしていました。お米はいつ収穫されるのでしょうか？それは秋なんです。9月から10月にかけてお米の収穫が行われます。その後農家の人たちは取れたお米をお金に変える必要があります。そしてその変えたお金を税金として日本の政府に支払っていました。日本の政府はその納められた税金から次の年の予算を作っていました。この税金を納めてから予算を作るまでには結構時間がかかります。それなので日本政府は考えました。ああ、会計を4月から始めれば予算を作る時間がある。よって日本の政府の会計は4月に始められることになったんです。これ結構面白くないですか？そのため日本は今でも学校が4月から始まります。しかし世界のほとんどの国の学校が9月から始まるので、
日本も9月に始めた方がいいんじゃないかっていう意見もあるんです。今後どうなるのか楽しみですね。今日の話はこれでおしまいです。今ドイツは夜の11時半、そろそろ眠たくなってきました。じゃあ皆さん、おやすみなさい。またね。バイバイ。